皆さん、日頃は市政運営にご協力いただき、心よりお礼申し上げます。稲部市が誕生して15年目を迎えました。そして、来年平成31年5月、新庁舎が完成し、新たな元号とともに稲部市は再出発します。新庁舎は2階建ての4つの分棟方式で、行政棟や議会棟とは別に、検診や療育を行う保健センター、 食堂や会議室を集めたシビックコアで構成されますさらに、にぎの森には大阪や名古屋で人気のパティシエやシェフを招いて5店舗4施設を建設し地元の農産物の新たな活用や大都市の住民との交流の場となることを期待します昨年の藤原小学校に続き笠間小学校の新校舎も完成し真新しい校舎から卒業生を送ることができました また、全国の自治体に先駆けて、小学校に情報通信技術 ICT を導入し、電子黒板とタブレットを活用した事業を進めます。障害者総合支援センターオレンジ工房安役が完成し、社会福祉協議会の本部機能も担うこととなります。また、障害者の就労施設、篠田地機公園と立田農園が完成し、特産品や交流が生まれるものと期待します。 石暮保育園の改修工事が完了し新たな装いで再出発するとともにいなべ東保育園の新園舎を大泉公民館の東側に建設を始めます。また学術的に野外での自然体験が高く評価されていることからすべての保育園で野外体験保育を強化します。東海環状自動車道も着々と工事が進められ今年度中に ダイアンインターチェンジの開通が予定され北西から養老へもトンネルを含め早期の開通を目指して事業は進められています。また道路整備が進むにつれ新たな工場建設も進み藤原工業団地の福助工業豊田合成平子工業団地の山崎マザックなどショーウィンドウを思わせる素敵な工場もいなべ市に誕生します。東海環状に新調 稲部を売り込む大きなチャンスですこれを機会に稲部の魅力を広く発信し新たな産業の誘致にも努めます引き続き皆様のご支援ご協力をよろしくお願い申し上げます